んにちは。今日はですね、この間作った、これ、この間っていうか、前の動画で、本体作ったんですけど、このプリンセスのですね、ピンクなんですけど、カラーナンバーが3番ですね。これで、一応ね、ポシェットの本体を作ったんですけど、私、この間っていうか、前の動画で、2段目の、この模様編みをするときに、玉編みを2つ入れるときにですね、テロップでは、書いたんですけど、鎖編みをして、1回してから、細編みをしてたんですよね。そこ多分違ってて、引き抜いて、そのまま未完成の玉編みを4つ入れたらいいんではないかなとか、後で思ったんですけどね。もうこれはね、細編みをしたまんまなんですけど、こうやって見るとそんなわからないけど、本当のね、やり方がちょっとわからないんですよね。でも引き抜いてそのまました方がいいんではないかと思いました。編集っていうか、後で動画を確認した時に、ここに細編み入れる必要はないなとか思って、もうこれそんなに、まあね、プロの方がね、見たら、変なのって思われるかもしれないんですけど、もう私これでいいかなとか思って、まあ、この細編みはね、これから入れなくて、引き抜いたまま、それから、未完成の中長を入れていこうかなと思います。すいません。一応、間違いの訂正ですけれども、ちょっと、今度からはそうしようかなと思って、皆さんにご報告を。で、この本体に、今日は、このね、今もほど帯ほどいちゃったんですけどね、カラーナンバー1番ですね、プリンセスの。これを2本取りでですね、白を最初少しだけ使って、この間言うの忘れてすいません、あと15針で2本取りで15針で編んでるんですよ。でモチーフを作ってですね、蓋にしようかなと思ってるんですけど、とりあえず作っていきますね。まず円を作って、この中に長編みを10本入れていくんですけど、まず鎖編みを1、2、3、そしたらもう一つ鎖編みを1個して、今ね、ハンドクリームつけてるので、なんか滑りにくいです、手が。そして長編みを、1回。これ今長編みが2本できたことになるので、次、鎖編みを1回して、長編み1回、鎖編み1回で 10回長編み入れていきますね。そして鎖編みを、鎖編みじゃなくて長編みを1回。これで長編みが3つ。で、鎖編みを1回。長編みを4つ目。最初の鎖編み3目も長編みと数えるので、今長編みが4つ。そして、鎖編み。で、長編み5本目。で、鎖編み1。して、長編み6本目。そして、鎖編み。繰り返しですね。10本入れていきますね。これで7。1本長編みを入れたら、鎖編みを1回。そして、8。そして、鎖編みを1回。そして9で鎖編みを1回、最後長編みを10本目ですね。そして鎖編みを1回で、ちょっと数えてみますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。そしたら円を引き締めますね。今日はね、
休みで午前中ですね、ちょっと実家に行ってお母さんのとこ行ってきました。それでまたねセリアさんに行ったので欲しい糸があったんですよ。またこの間ね、この間っていうかこのプリンセスを買うときに迷った糸なんですけどね、やっぱり欲しくてですね、ちょっと買っとこうと思って、どうせね通り道なので買いに来ました。はい、そしたら今度はこの最初の鎖編み1、2、3下3目目に引き抜きます。ここですね。そしてここをどうしようかな、一回鎖編みをしてから同じところに細編みをして、そして鎖編み1、2、3したら2本目の長編みの頭、ここにねまた細編みを入れます。これ繰り返しますね。また鎖を1、2、3したらと、また次の3本目の長編みの頭、ここですね、ここに細編み、そしてまた鎖を1、2、3したら4本目の長編みの頭ですね、ここに細編み、これ最後までずっとしていきますね。まできました。なら最後も鎖編みを1、2、3してからね、最初の細編みのこの頭に引き抜きます。そしてちょっと糸を変えていきたいんですよね。でこの白い糸は切っときますね。ここでそしてこの糸は後ろの方にちょっと糸始末しておきますね。これを後ろの方にですね少し隠しておきます。これねやっぱりねスパンコールがですねついてるからちょっとやりにくいですよね。やりにくいというかやりにくいっちゃやりにくいですよね。でも可愛いですよね。どっちを選ぶかですよね。可愛く、でも1本だったらそうないんかな。1本でしたことないけど、1本だったらそう編みにくくなさそうにね皆さん編まれてますもんね。だから1本だといいんでしょうねきっとね。私が2本とかするからですね。これ切っときますね。そして今度はまたピンク、このピンク2本取りに変えていきますね。こっちの方、それでですね、ちょっとどうかわかんないんですけど、このですねパール調ビーズをこの段に少し入れていきたいと思うんですよ。それで何個いるかな、10個、これですねダイソーさんで買ったやつですね、10ミリ、これを10個だけ通していこうと思います。2本取りで編むので2本通すのはちょっと厳しいかなと思ったので、どうかな、2本通せるかな、ちょっとしてみますね。やっぱり1本の方がいいかな。これ針が一番細い針なんですよね、ダイソーさんの。なので1本針に入れて針に通しました。それでこのパールをですね10個だけちょっと通していきますね。ガリガリガリって
もうガリガリガリって言ってますもんね。なんでこんなやりにくいことばっかりしたがるんだろう。にスパンコールがあるのにパールなんか通すなよって思うでしょう。さあちょっと10個入れていきますね。はい、片方だけにですねパールを通しました。ちょっとガシガシ言ってて、あんまりねギュッてしたらこの糸が擦れてしまうというか、なので気をつけてくださいというか、こういうことしなくていいんですよね。私が勝手にしてました、すみません。このね、何ですか、スパンコールがあるのにねこんなことする必要はないんですけどね、ここからちょっとね編んでいきたいと思います。これにですね、まあどこからでもいいんですけれども、このね鎖編み3目入れたところにまずこの糸を持ってきて、鎖編みを1回しますね。鎖編みを1回、そして同じところに細編みを1回します。そしてですね、これギュッと引っ張っとって、次ですね鎖編みを5回していきますね。その中にこれを入れていきたいんですよ。だからちょっと待ってください。鎖を1回2回ぐらいしたら、このパールをこっちに持ってきてですね、一緒に持って3回、そして4回ですね。やりにくいですよ。めっちゃやりにくいですよ。4、5入れますね。そしたらこのこれ後でね整えますね、前の方に。たらここですね、前段の鎖編み3目したところにまた細編み。やりにくやばいですよもう本当に。そしてまた鎖を1、2、もうやっぱりスパンコール入ってるからこんなことしなくていいですね。2したらこのパールを持ってきて、そして鎖編み3目目を入れます。そして4、4、素人5、5入れたら、このまた前段の鎖編み3目の中に細編みをします。これをねちょっと繰り返しますね。鎖編み1に入れたら3目目ぐらいにこのパールをね手前の方に持ってきて、そしてあと鎖編みを3回して、この前段の鎖編み3目のねここにですね細編みをずっとしていきます。最後までちょっとしていきますね。はい、どうにかがしがしと最後のところまで来ました。そしたらですね、最後は鎖編みを1回2回したらこのパールを持ってきて、この最初のですね細編みの頭ですね、ここですね、ちょっと後ろから通せないんですけど、ここですね、ここに長編みを入れます。最初の細編みの頭ですねに長編み、もう一回ね、長編みを最初の細編みの頭に入れます。こうですね。そしたら今からまた次の段編んでいきますね。ここは後でちょっと糸始末しますね、後ろ。どうかやれるんかいな、ちょっと心配ですけど。
ちょっと心配ですけど、やってみますね。と、今からですね、3目一度の長編みを入れていきたいんですよね。この鎖編み5目下のところに2つ、こっち側とこっち側。なので、今この真ん中に引き抜いたので、ここはですね、こっち側だけ最初入れていきますね。なので、鎖編みを1、2、3してから、未完成の中長を2回入れますね。かぎ針に1回かけて糸を持ってきてから2目だけ先に引き抜きます。そしてまた糸にかぎ針に糸をかけて糸を持ってきて2目だけ、そして3目一緒に引き抜きますね。最初だけはこれですね。そしたら次はね、こっち側、この鎖編み5目の中にこっち側に1個とこっち側に1個3目一度の長編みを入れていきます。まずかぎ針に糸をかけて糸を持ってきてから2目だけ1回先に引き抜きます。またかぎ針に糸をかけて糸を持ってきてまた2目だけ一緒に2目だけ引き抜きます。でかぎ針に糸をかけて、これ3回目ですね。糸を持ってきて2目だけ引き抜いたら、このかぎ針に残っているこの4つ、4目を一緒に引き抜きます。これで3目一度の、これ、3目一度の長編みが1個できました。そしたら次はね、こっち側、パールのこっち側ですね。鎖編み5目したところに今1つ入れたので、今度こっち側にもう1つ入れるんですけど、その前にまず鎖編みを1、2、3、4、5します。でパールをねこっちで押さえてあげて、かぎ針に糸をかけてこんな感じでですね、そして糸を持ってきて2目先に引き抜いて、もう1回糸を持ってきて糸をかけて持ってきてまた2目引き抜いて、またかぎ針に糸を1回かけて糸を持ってきて、最初2目引き抜いて、最後はこの 4本ですね。4目を一緒に引き抜きます。そしたら次は鎖編みなしで、次のこの前段の鎖編み5目の右側ですね。こっちに3目一度の長編みを入れます。かぎ針に糸をかけて、糸を持ってきて2目引き抜いて、またかぎ針に糸をかけて、糸を持ってきて、2目だけ引き抜いて、またかぎ針に糸をかけて糸を持ってきて2目引き抜きます。そして最後この4目を一緒にグッとしましょうか。一緒に引き抜きます。そしたら次はここは鎖編み5回、1、2、3、4、5ですね。そしたらまたね、このパールをこっち側に手前にやって、かぎ針に糸を1回かけてこんな感じでですね、かぎ針でこう手前に押す感じでパールを、そして糸を持ってきて2目引き抜きます。でまたかぎ針に糸をかけて糸を持ってきてまた2目だけ引き抜きます。でまたかぎ針に糸をかけて持ってきて2目だけ引き抜きます。そしてこの4つ、4目を一緒に引き抜きます。そしたらこんな感じでね、ちょっとこうモチーフになっていくんですよ。可愛いかもあと1回だけしますね。次はもうこの鎖編み、ごめんなさい、見えにくかったでしょ。この5目の中にこっち側にですね、このまま3目一度の長編みを入れて、そのままの状態でまた3目一度の長編みを入れますね。1回、2回、3回、そして4つ一緒に引き抜きます、4目。そしたらここは鎖編みを1、2、3、4、5してからこっち側ですね、パールの左側にこんな感じでかぎ針でパールを押して、そして2目一緒に2目だけ引き抜いて、また
2目だけ引き抜いて、また2目だけ引き抜いて、そして最後はこの4目を一緒に引き抜きます。これのね、繰り返しをちょっと最後までしていきますね。最後まで来ました。そしたらね、最後あと1つ、 こっち側、最初に1つこっち側ですね、左側に入れて始まったので、最後はこっちですね、右側に3目一度の長編みをします。こうですね。そしたら1回鎖編みをして、ここですね、この頭、この3目一度のね、最初の3目一度のこのここ頭に長々編みを入れます。よいしょ。あ、長々編みじゃなくて、ごめんなさい、鎖編みを、ごめんなさいね、3目一度の長編みをしたら、ここまた同じように1回2回3回4回5回鎖編みを入れて、この頭に引き抜きます。ここですね。そしてね、必殺ですね、これ糸切りますね。ちょきっと切って引き抜いておきます。そしてこれね、編み込んでいきますけど、これをね、蓋にしたいんですよね。こんな感じで、なんて可愛いんだなんて可愛いんだろう。そしてこれをですね、まあ、こんな感じで蓋にしたいんですけど、もう一段編んだ方が良かったかな、どうかな。ここでね、ファをこう、この鎖編み5目のところにファを入れていきたいなと思ったんですけど、まあ、入れていきましょうかね。もう10号でいきますね。必殺必殺、これ残ったやつ、夢コーンの、何使ったんだろう、これそれすら覚えてないです。4番ですね。8ミリから10ミリなんですけど、もう10号針でいきます。このポリエステル 100% 20グラムの12メーターこれですね。これピンクなんですよね、薄い。これを一本取りで、ここにね、この糸ちょっとこっち側に持ってきますね。そして一緒に編みくるんでいこうと思います。ここからね、ここからこれを糸を持ってきて、長編み5回ぐらい入れようかなと思ってます。できて、この糸端はね、編みくるんでいきますね。まず鎖編み1、2、3、したら長編みを4回ここに入れますね。この前段の鎖編みを5目したところに、こんな感じでですね、糸端後ろで編みくるんでいってます。ここですね、これ編みくるんでいきます。そしたらもうずっと、どうしようかな、ずっと、もうずっと長編みをこの鎖編み5目の中に5回入れますね。1回2回3回4回5回こんな感じでね、入れていきますね。ずっと最後まで、このですね、鎖編み5目したところに長編みを5回入れていきます。
最後まで来たので、中途半端なの使ったらここまでになってちょうどなくなった。中途半端のが最初のね、鎖編み3目の頭に引き抜きます。ちょうどなくなりました。よかった。こんな感じでですね、下が白いからあんまよくわかんないかもしれないんですけど、これをですね、蓋にしたいんですよね。なんて可愛いんだなんて可愛いんだ。見てください、ほら、もう可愛いいや可愛いですね、ほんとね。まあこれ後でちょっとね、あの糸始末しますね。とりあえずここまでできてですね、でもこれだったらですね、私思ったんですけど、ペランペランすぎるので、蓋の部分がなんかスカスカすぎるので、七色彩色のこの色があるんですよね。二玉。いつ買ったんだろう。14番。色合うでしょう。これいつ買ったんだろう。これですね。これで、ある程度ですね。ちょっとまだ糸始末、あ、ごめんなさい。糸始末してないのであれですけど、ある程度このくらいの円を作ろうかなと思って、それをペタンと縫い付けようかなと思うんですよ。2本取りでしたら早いかなと思って、これでとりあえず、中と外から2本ずつ取ってですね、15針で、また15針でね、あのもういつものようにこう円を作って6目スタートで、この大きさになんとなく合わせて編んでいきたいと思います。ちょっとだけ編んでみますね。時間がないので、あ、長くなるので、円の編み方はね、検索されてください。6目スタートで、この中に細編みを6回入れてからのスタートをしていきたいと思います。はい、ですね、七色彩色の14番の、あの、このピンクとね、結構似てるこの色ですね。この色、2本取りで、今、6目スタートで、最初10号で編むって言ってたんですけど、ゆるく大きめに編みたかったので、7ミリに変えました。7ミリで、6目スタートで、1、2、3、4、5、今6段編みました。もうこのくらいでいいかなとか思ってですね。それで、これ切っていきますね。で引き抜きますね。そして1本は糸処理っていうか糸始末するんですけど、この1本でちょっと糸始末しますね。はい、両方ですね、糸始末して1本だけに、針に1本通しました、このね、糸。そしてね、もうあとはここはもう待ち針とかつけずに、適当って言ったらおかしいけど、このピンクの部分で、ピンクの部分とこのね、ファーの部分のあたりでくっつけていこうかなと思います。もうここはなんて説明したらいいのかわかんないですけど、もう本当にもう適当にしているので、ただ裏とファーの部分がですね、ちょっとつけにくいかもしれないので、こことですね、この部分をつけたいので、なんて言ったらいいかな、そうですね、このファーの部分しかないところは、この糸をこっち側にね、グッと持ってきて、ここで糸をくぐらせてっていうか、このピンクの糸があるところまでこう持ってきてですね、こっち側で、そしてこのピンクの糸、裏のこのプリンセスの糸と縫っていこうと思います。ファーのところがちょっとつけにくいので、ここね、ピンクの糸とこれを、こうやってね、すくって、3箇所ぐらい、4箇所ぐらいかな。こうやって止めていったら、ここで止めていったら、あとはですね、この糸を、こっち側にね、持ってきて、もう少し
くぐらせてやって、そしてこのピンクとピンク、もうここどうでもいいんですけどね、どういう仕方でも別に私勝手にしてるだけなんですけど、こうやってね言ってることがちょっと分かんないかもしれないですけど、もう裏だからね、そんな見えないから、裏っていうか、なのでここファーのところなので、ここはファーと縫うのがちょっと難しいので、この糸をねこっち側にこう、こっち側にこっち側にっても分かんないですよね、この七色彩色のこの円の方で糸をくぐらせてやって、そしてねこの位置に来たらこことここをこう縫ってあげるみたいな感じですね。すいません、ほんと適当で。でね、こうやってずっとつけていってあげたいと思います。こうやってね少しこう形を見ながらぐるっと一周ですねつけていきます。はい、ぐるっと一周つけてきました。このね鎖編みの向こう側の糸をこう拾ってっていうか縫っていってるんですけど、まあこんな感じですね。ほらなんかあれでしょ、目立たないでしょ、色が同じような色だから、これをね、うん、こんな感じでつけていってあげるんですよ。ここだけでもうねファーの部分でつけようかなと思うんですよ。なんかこういい感じのところでこんな感じかな、ここら辺ですね、ここら辺でこの一周ここぐるーっと縫っていってあげたいんですけれども、もうこの七色彩色でいいかなと思ってですね、これを糸に通してからつけていってあげようかなと思います。最初の方だけですね。どうかな、ちょっとサイズを測るので持ってきますね。待ち針とかやっぱりちょっと持ってきますね。はい、今ですねペタンと半分に折ってですね、そしてメジャーでこっちからだいたい3センチ、こっちからも3センチぐらいのところにですね、これをつけました。待ち針で一応つけました。そしてこれはですね、ここ見える分は、私がこう見た感じ好きなところ、好きな感じっていうか、このね、ここがこう出るの、このね、長さですけど、このくらいだったらいいなっていうところにつけました。そしてね、これをこっちからね、こうつけていきたいと思うんですけれども、まあこれも、ただね、すくっていくんですけどね。最初の方は2回ぐらいすくって、まつってというかかがります。もうね、いつもしてますもんね。ここはもう別に目とかを合わせなくても、普通にね、かがるだけですね、こうやって。感じで、あ、ごめんなさい、動かした。こんな感じでですね、ずっと糸をすくって、こっちもすくってですね。そしてこうやってつけていきます。こうですね。ずっとここまでつけていきますね。はい、端から端まで、蓋と本体の部分を縫ってきました。ただね、この糸をここに出してあげてですね、裏側に出してあげて、そしてねここがねペロンってなるので、ここをね少しつけてあげたいんですけど、ファーの部分にねこう通すように、もうここも好きなようで構わないんですけど、こことねここをつけてあげたいんですよ。そうじゃないとペロンってなるから、なるべく目立たないように糸がことですね、この裏側ここ
上に出してあげて、そしてまた下の方をすくって、このピンクのところをすくって、でまたファーの方に出してあげて、ここもねギシギシじゃなくていいんですよ。ある程度つけたら多分私のやり方ですけど、あのペローンってならないから、で結構ファーにこう通してもですね響かないので、ここからこのピンクの糸をすくってあげて、でまたファーの方に出すみたいな感じで、でまたファーから下のピンクの糸を取る、でまたファーに突き出す、なんかこんな感じですねもう何ですかそれはって言われるかもしれんけどでもいつもこういう風にしてます。そしてまたこれこの糸ですね、これは後で糸始末しますけど、この糸は下から出してあげて、ここで糸をまた隠していきます。こんな感じでね、糸を入れてずっと隠していきます。ある程度のとこまで折り返し、ここまで来たらいいかな。そして糸を切ってあげますね。でここはちょっと後で糸始末しますね。それで今からするのは、ここにねまたこの真ん中のところ、ここにこれですね、もうあのシルバーがないので、本当はねここシルバーであのチェーンつけるのでシルバーがいいんですけど、ちょっとシルバーないのでもうこれで、ちょっと見えあうーんあんまり見えなくしますので、これでしますね。シルバー買ってなかったので、ダイソーさんで買ったこの小さめの D 缶、これを2つ、もうここは飛ばしますけど、ペタンとしてですね、この真ん中。皆さんね、いつも言うけど、編みくるんでじゃなくて、細編みで編みながら、皆さんしてる方多いんですけど、私はもう最後にここで針でうってあのかがっていきます。もうこれさっきのこの残りのこの糸、七色彩色の14番でしたっけ、これでずっとつけていきますね。ここは何回かしてるので、ここは飛ばします。今からちょっとつけていきます。はい、両方にこんな感じでつけてきました。本当はね、シルバーが良かったんですけどね、もうないので、まあそこまで目立たないと思いますので、一応つけました。それで、まあアンティークっぽい、これに合わせてアンティークっぽいのでもいいかなと思ったんですけど、やっぱりね、シルバーがいいかなと思って、セリアさんで買ったこの持ち手。このシルバーですね、チェーン。これをつけたいと思います。今までもね、ここの色とはね、シルバーつけるときもここの色はこの色だったんで、そこまで気にしないでもいいかなと思いますけど、これをつけていきたいと思います。あー、なんかやっと完成みたいな感じになりますけど、結構これきつかったですねでもすごい可愛いので、あれですよ、あの七色彩色じゃなくて、あのプリンセスじゃなければこんなにね、で日本撮りではなければこんなに私みたいにガシ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 苦労しなくても、あ、できた、可愛いほら可愛いでしょ。もうほら、ここもね全然透けてないし、うちのつけてもいいかなと思うんですけどね、今日はもうつけないです。そしてこのね、いらんことかな、このなんだろう、これブローチ、フラワーパール調ブローチ、これどこで買ったんかな、ダイソーさんで買ってたのがあるんですけどね、これつけても同じ、なんかこんな感じになってるんですよ、こっち行って、これをこの真ん中につけようかなと思ったけど、つけれないですよね。つけれないですね。厚みがあるから、
こうやったらね、すごい可愛いと思ったんですけど、でも可愛いですね、つけたら。これどうかしてつけましょうか。これボンドかなんかでつかないのかな。こうやって差し込んだ感じで。あ、でもつきそうな気もしますね。グッと押したら。グッ、つけ。あ、ついた。グッと押したら。ほら。わお。どうですか？すごい。かわいい、これ。これかわいい。取れるかな？これね、後でここ、つけるときに、ボンドをつけてグッと押し込もうと思うんですよ。とりあえず、仮止めじゃないけど。わお、かわいいですよ。これ見てください。プリンセスの糸で、プリンセスっぽい、ポーチっていう名前どうですか？ ほら。キラキラ、ほら、キラキラ。ここの模様編みも、ちょっと、普通の細編みだけにするよりは、かわいいでしょう？ね、端っこの部分がね、細編みしてるので、間違ってるっていうか、あれなんですけど、でも、ちょっとあんまり気にならないと思うんです。あ、気にならないから、でも、引き抜いてからそのまました方がいいと思うんですけどね。本当のやり方わかんないです。ごめんなさい。で、楕円の底で、これもう可愛いから内布つけようかな、本当に。そしたらすごいしっかりすると思う。どうでしょうか。うわあ、かわいい。キラキラ。キラキラ。後でね、またちょっと違う角度で見てください。これもね、意外につけて可愛くなりました。バッチリですよ。後でまた見てくださいね。それで、使った糸なんですけど、この白い糸はね、もうほぼ使ってないですよね。もう本当に、何の糸でもよかったと思うんですよね。白だったら、オフホワイトっていうか、アイボリーっていうか、何ですか。これだったら、何の糸でもよかったのかなとか思ったんですけど、この白がね、2玉残ってるので、何個にも使えそうで、使いたいです。このパールもね、買ってよかったです。実は、これもセリアさんで買ってたんですよ。これなんですけどね。これも10ミリだったから買ってたんですけど、やっぱりね、パールの方がいいかなと思ってダイソーさんで買い直しました。でもこれ10ミリなので、また何かにね、つけていきたいなと思います。あとこの夢コーンも、この1玉と、どのくらいだったかな。少し残ってたのが、もう一個のね、少し残ってたのが半分なかったですけど、残ってたのがなくなったので、でもこれもまた一玉あるし、これはですね、ピンクは、1、2、3、4、4玉使って、今これだけ残ってます。これだけ残ってます。で、まあ、七色彩色はですね、ふっと思いついて、たまたまこの色がね、なぜかあったので、よかったんですけど、まあ、これで、円を編んで、蓋にっていうか、蓋の内布っぽくしました。それでね、これだけ残ってるので、またね、なんか可愛い系の何かをね、作れたらいいなと思ってます。どうですか？またできそうでしょう。だからまた作りたいと思います。本当はこういうのも使おうかなとか思ったんですけどね。セリアさんのヘアゴム。でもこれはやめ、うん？これはやめて、こっちにして正解だったと思います。これ。何だったっけ、これ。なんか、ブローチって書いてましたよね。何かで買ってたんですよね。何かに使えるかなと思って。なので、やったです。完成しました。やったー。ちょっとね、編みにくいところをお見せして、本当申し訳ないですけれども、完成がすごく可愛くなったので、よかったと思います。後で少しだけ、違うアングルで、荷物っていうか何か入れてですね、ちょっとお見せしたいと思います。見てくださいね。はい、無事に完成しました。
どうでしょうか。かわいいですよ、めちゃくちゃ。あのね、もう近くで見ていただいたのであれですけれども、ちょっとね違う角度で見ていただきたかったので、これですね。まだねこの中の糸始末はしてないんですけど、これ内布つけようと思うんですよ。で一応手帳ぐらいのサイズ、これ手帳なんですけどね、これ手帳なんですけれども、手帳サイズっていうか手帳ですあともう長財布入らないから、この折りたたみ財布とスマホですね、いつものちょっとちっちゃいですけど、スマホも入りますよ。ほらこんな感じです。どうですか、かわいい。もうかわいいでしょう。すごいかわいくなったと思います。これは後でね、あのここ止めるところにね、奥に置くっていうか内側にボンドをつけて止めようと思います。ちょうど良かったです、これあって。ここね、たまたまちょっとパールをつけたので、すごいなんかこう合うかなと思って。でもここですね、この色な、もうこれシルバー、絶対シルバーじゃないですか、やっぱりこの持ち手だったら。でもここがねちょっとアンティークっぽい色ですけど、見えないので気に しません声がちっちゃくなったけど、でもこんな感じで出来上がりました。多分大丈夫ですよ、肩からかけるの。ほら可愛いですよ、まあ、私は持ちませんけどこんなのは似合わないので持たないですけど、な作るなって言うんですけどね。もう肩からちょうどかけるサイズで完成しました。ちょっとだけね模様編みが見えて、後ろ側はこんな感じになってます。どうでしょうか。よかったらね、こう本当キラキラして、キラキラ、あの多分近くでね見ていただいたのでわかると思うんですけど、スパンコールがね本当キラキラしてですね、ここら辺とかすっごいキラキラしてるんですよ。もう実物見たらすごいわ。ここはごめんなさい、糸がちょっと出てるんで後で隠しますね。こんな感じで完成しました。もう可愛くないですか。もう本当にしつこいですけど、なんか本当に頑張ったっていうか、もう編みにくく、ね、自分が編みにくいように編みにくいようにしてしまって、相当必死で頑張ったので、もう出来上がりがね、やっぱりこれだけ可愛かったらって自分で言うのもなんですけど、これだけね、やっぱりね、うまくっていうか、その作り方とかは全然自己流でうまくないんですけど、こう見た目すごいなんかこう可愛らしくできたので、自分だけですけどね、他の方はどう思われるか分かんないんですけど、もう私的にはすごい満足なので、このパールとかも、あとこれもねたまたまあったので、あるのとないのではちょっと違うので、このファーもあったし、このなぜかこの七色彩色があんまりこう、まあちょっとこう見れば違いますけど、ほぼ変わらないのがあったので、内布代わりにできたし、後ろはね模様編みも目立つしですね、このブクブクポコ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 頑張ったんですよ。4回未完成の中長編み入れて頑張ったので、結構可愛いんではないかと思います。こんな感じですね。で前がこんな感じですね、こうですね。模様編みも結構見えるので良かったと思います。はい、すいません長くなりましたけど、もう飛ばせるところはねガンガン飛ばしたんですけれども、やっぱりねちょっと長くなっちゃいますけど、今日も本当最後まで、今日もというかこのバッグもこのポシェットも最後まで本当お付き合いありがとうございました。できたんですっごい嬉しいですまたね、あのもう自分で考えるだけなので、で自分で勝手に可愛い可愛いって言ってるだけなんですけど、また違うものをね作っていきたいと思うので、また時間があったら、私の動画ちょっと長くなってしまうけ、あの長くなってしまうので時間がね、あのある方しかね見れないですけど、見ていただけないと思うんですけど、興味がある方しかですね、でもね見ていただけたら嬉しいです。こうやって頑張ってね、あじゃねこうじゃねって言ってなんかブツ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 文句言いながら作ってますけど、やっぱ出来上がったらすっごいね、やっぱりね愛情たっぷりです。頑張りましたので、もしよかったら皆さんもなんか違う糸でもいいので作っていただけたら嬉しいです。
このチェーン本当役に立ちますよ。役に立つっていうか、すごいなんか、好きですっていうかね。何回も使わせてもらってます。はい、出来上がりました。今日も長くなりましたけれども、ね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また違うものを作っていきますので、ぜひ、長いですけど遊びに来てください。時間がある方は遊びに来てください。ありがとうございました。